はい。えー、28日にリリースされた新日本プロレスストロングスピリッツをプレイして、課金するまでもないかなと思った JLA の聖夜です。はい。えー、先週は1桁数字、えー、4つでした。あんまりこういう言葉使いたくないですけど、あれは無理っす。今回見送ろうと考えてもいたんですけど、 ツタ半島のパワースポットで充電してきたんで、やります。 ええと、解明なんですが、ええー、と、まずこちら12点。はい。えー、とちょっと、入るかなえー、と、まずこちら12点。あの、これは買うよっていうやつのものなんで、これまず12点。えー、で、13点。はい。あ、光であれかな見えなくなってる。光でね。はい。これ、えっ、ー、と、13点。 止まんねえなちょっと待ってよ13点えっ、ー、と14点入ってねえな今回もでこの中に1等あるかないかで言ったら残念ながらなかったっすね爪が甘いあのー、自分仕事の関係上各週であのー、抽選ライブある週はねあのー、どうしても予想時間が甘くなっちゃうんですよ あの、時間がギリギリになっちゃって、で、ちょっと作業遅れもあるんで、これ14点。合わせてね、これ多分39点になると思います。入ってるか入ってないね。うん。えー、でね、あんまり、今回、あの、つべこべ言わないとこうと思ってます。あの、数字に関して。 これが怪しいとか、なんとかって。あげたらキリがないんでね。これ入ってるね。一応。あ、ギリギリ入ってねえか。まあ、これでやでいきます。はい。まあ、一応抽選ライブは予定してますけど、うん。まあ,あ、できるかどうかっていうところですね。もう自分も一睡もせずね、あのー、仕事行って帰ってきてからやるっていう感じなんで、まあ、 あれですね。ここに1等はありませんけど、うんちょっと、穴っぽいところも狙ってるんで。で、まあ、今年出てない数字も入れてたりとかするんでね。はい。ということで、あの、あんまりつべこべ言わない方が当たるかなと思ってます。ただ1等はありません。残念ながら。で、これ外したら来週、やらないかもしんないな。ちょっとパワースポットね、2、3週間ちょっと行きたいところがあるんで、 ああ、開けるかもしんないな。ちょっと感性が鈍ってきてるんでね。行きたいとこちょっと行かないと、あれなのかなっていうのがあるんで。まあでも、これ、えー、参考にして買われる方はね、あのー、吟味して買った方がいいと思いますよ。何かが違う。あの、一点一点。まあ、自分はつこれ以外にも買いますけど、何が違うかって、まあ選んでる数字ほとんど変わんないんで、何回も言うように縦目。 があるっていうこと。はい。ということです。えー、以上です。えー、ビッグボース、ビッグローはい、以上です。えー、ご購認は自己責任でお願いいたします。